じゃあね、また来るからね。本当だよ、約束するよ。怖い怖い。そちらの件も確認しておかなければならないでしょう。それ以外にも気になることって何？他にも気になることがありますの。そちらの件も確認しておかなければいけませんわ。何何？セレスさん、気になることって。実は朝比奈さんの件ですわ。え？私？またなんか見た？腹痛で体調不良というのは嘘なのですよね。本当は何があったのですか？は？個人差はあれど、人は嘘をつく際何らかの特徴的な仕草を見せるものです。それは隠そうとして隠しきれるものではありません。よろしいですか？朝比奈さんは嘘をつく際鼻の頭が赤くなるのです。うわ、仕草じゃなくって身体的特徴ならそりゃ隠せんな。は？本当？嘘ですわ。あら。ですが今あなたは確認しましたわね。ということはやはり仲間かけた。ずるいよ。嘘をつくならもっと徹底的にやってほしいものですわね。朝日だよ。正直に言ってくれ、腹痛というのは嘘だったのか。いやでもまあね、仮病やとしても出てきたくないって思うことはあると思うよ、この環境なら。うん、そうか。なぜ嘘など。そうに決まっている。何かやましいことでもあるんだろう。もっと。そんなのないよ。でもただそれには理由があるんだよ。理由？朝比奈ちゃんが見たのは一体何やったんやろうね。なんか結構な音がしよったけど。ごめん、本当は腹痛なんかじゃないんだ。だって本当のこと言っても信じてもらえないと思って。何？何見たの？あの時。本当のことって。それは。見ちゃったの。見た？え？ってことはやっぱり、死んでないんやない？幽霊。幽霊って、あの幽霊のこと？ねえ。それが幽霊ってわかるってことはやっぱりここで死んだメンバーの誰かがおったってことやろ？やっぱり処刑されてないんやって。他に何があるの？でも幽霊なんてそんな。何なの？ほら、やっぱり信じてくれない。そういうわけじゃないんだけど。朝日奈よ。我は信じよう。他の連中が何と言おうと、我だけはお前の言葉を信じよう。桜ちゃんいいね。なんかすごい友情よね、ここ。だから、詳しく話してくれないか。やっぱスポーツで繋がっとんかな。桜ちゃんがそう言うなら、わかった。話すよ。誰を見たんやろ。あのさ、昨日の夜のことなんだけど、なんだか寝つけなくってさ、今までのこととかいろいろ考えてたら急に怖くなっちゃったんだ。だから気分転換にドーナツでも食べようかなって。またドーナツ？しかも夜時間のルールも無視ですか。夜時間のルールが設けられとるのって、要はみんなが夜時間のルールを守って部屋におる間に、その処刑されたはずのメンバーたちが活動しようんやないん。だってやっぱお風呂とかだって入るやろうし。でもそれを破ってサウナにおった人たちもおったんよね。難しいな。ごめんなさい、反省してます。話を続けてくれ。でもそれでね、倉庫にドーナツを取りに行こうと部屋を出た直後に、なんか変な音が聞こえて。何の音なんやろ。それは、その音はお風呂場の方から聞こえてたから、やっぱお風呂か。それでお風呂場に行って、半開きになってたロッカーの扉を開けたら、青白い光に包まれた人影がぼーっと。これ藤崎さんかな。あの人影、確かに藤崎ちゃんだった。でもあれは幽霊って言ってもさ、サイズちっちゃすぎやし、モニターじゃない？か、あれのことを言いようんやとしたら別に生きとるとは限らんねん。幽霊なんて、まあ、幽霊なんて非現実的すぎますわ。何かの間違いに決まっています。実際にそこに歩きよるのを見たとかそういうのはわかるけど、あれは生きとるとは断言できんね。大抵の場合がそうであるように、あなたの心理状態が見せた幻影でしょう。で確かめに行けばいいだけだ。朝比奈が見たものは何なのか、浴場に行って
ワイラの目で確かめてみればいい。うん、時間の無駄ですわ。でもさ、行くだけ行ってみない？何もなかったらそれで済む話なんだしさ。なんだべ、幽霊を見に行くんか。大丈夫、呪われない。じゃあ待ってりゃいいじゃん、一人で。頼むよ。一人はもっと嫌だ、連れてって。ねえ、どうするのセレスさん。仕方がありませんわね。うん、石丸清隆殿はどうしますか？ここで待っていますか？待っているそうです。まあ聞かんでも、来るなら勝手に来るやろ。あの空いとるやつかな。あのさ、ここだよ、この脱衣所で見たんだよ。うん、なんかゾワゾワしてきたべ。ふりふり、エコ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 、何エコって。頼むよ。やめるべ、降りてきたらどうすんだ。朝日のよ、そういう何呪文的なのがあるの。どのあたりで藤崎の霊を見たのだ。それはなんか音が聞こえて、ロッカーの扉を開けてみたら、そしたらぼーっと青白く光った藤崎ちゃんが。でもあの時の音ってさ、なんかなんていうんやろ、砂嵐みたいな感じの音じゃなかった？やっぱモニターじゃね。ロッカーの扉を開けたら、ぼーっと青白く光った藤崎ちゃんが。ロッカーか。ふりふり、なんなんこのエコ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 って。あのさ、それって何なの？ウィッカの成果、その一部です。ま、簡単に言いますと呪文のようなものですな。何ウィッカの成果って。だからやめるべ。そこは理解しとんやね。なんかまったく、さっさとロッカーを調べてしまいましょう。そうすればこんなバカバカしいお話をおしまいにできますわ。そんなもんもう回収されとんやない。このロッカーだよな。この中に何が？あ、パソコン。これもしかして藤崎ちゃんのパソコン？あれ、ロッカーの中に、パソコン？こんなところにパソコン？ねえ。見覚えがあるわね。そうか、これって前に図書室で見つけた。あ、藤崎ちゃんのじゃないんや。これってノートパソコンだよな。結構古い型のノートパソコンみたいだ。しかもかなりホコリをかぶってるし。それは壊れてるわよ。電源を入れても起動しないもの。そっか、図書室の本もだいぶほこりかぶってたりとかしたんよね。ことはやっぱり数ヶ月どころじゃない年月は経っとんかな。でもみんな見た目ちゃんと若いよね。そっか、壊れてるんだ。でも図書室にあったノートパソコンがどうしてこんなところに。どうやらこれ、スリープモードだけど、電源が入ってるみたいよ。え、使えんのじゃなかったん？壊れてたはずじゃなかった？うん。藤崎千尋が直したのだろう。あいつも、超高校級のプログラマーと呼ばれる天才の一人なのだからな。もしかすると。そんなことより、朝比奈さんは青白い光がぼーっと浮かび上がったと言っていましたが、まさかこのディスプレイの光を幽霊と勘違いしたわけではありませんよね。あなたの目は節穴のみで構成されているようですわね。やれやれ、危ないところでしたな。僕がドジッコ特性だったら惚れているところです。ドジッコ特性じゃなくて本当によかった。もう、だってロッカーの中にパソコンが置いてあるなんて思わないじゃん普通。まあまあ、見間違いくらい誰にでもあるべ。いやでもあれは幽霊とは思わんな。実は俺も以前グレー型宇宙人とオタマジャクシを見間違えてたな。どうやって？グレー型宇宙人ってよくある、もうなんか宇宙人ですって感じの見た目のやつやろ。バカなあんたの見間違いと一緒にしないで。ひでえぞ。慰めてやったのにひでえぞ。俺が立ち直れなくなったらどうすんだべ。知らんがな。だけどさ、なんか変だよね。どうして脱衣所なんかにパソコンがあるのかな。つまり誰かが隠したのかも。ゲードよ。の割には簡単に見つかってるべ。違うわ、私たちから隠したわけじゃないわ。どういう意味？ねえ、気づかない？この脱衣所と他の部屋との違いに。脱衣所と他の部屋の違い、ああ、監視カメラがない。そうよ、その通りよ。この脱衣所には監視カメラがない。つまりここは黒幕の目が届かない場所。このパソコンは誰かがここに隠したということですか？黒幕に見つからないようにと。そうね、脱衣所はきっちりカメラないんよね。そこは何、両親が働くの？それに朝比奈さんが見たのはただの青い光じゃなく、青く光る藤崎さんだったわよね。
もしも自分の身に何かあった時に誰かがメッセージを見てくれるように設定したとか。ねえ、あのノートパソコン、もう少し詳しく調べてみた方がいいかも。そういうことなんやない。藤崎ちゃんが何か残しとったとか。キリギリさんの言った通りだ。スリープモードだけど電源が入ってる。でもこの場所に持ってきたってことは誰が持ってきたの？まずはスリープモードを解除してみましょう。そうだね。僕がキーボードの適当なキーをカタカタと押してみると、ディスプレイに青白い光が灯った。デスクトップ画面には複数のアイコンがずらりと並んでいる。ねえ、その左端にあるアイコン、どうかした？アルターエゴってあるわよね。うん、アルターエゴ、別人格という意味ですわね。創作の分野なので意図的に異なる人格を演出するために作られたものを指す場合が多い。ペンネームみたいなものですわね。内儀くん、ちょっと場所を変わってもらえる？キリギリさんはそう言って僕とパソコンの間に体を割り込ませると、画面上のカーソルを動かし、それをアルターエゴのアイコンに重ねた。そこでクリック音を鳴らすと、画面は突然暗転し、直後モニターから聞こえてきた声は、ご主人様。あ、ディスプレイいっぱいに藤崎くんの顔が映し出された。ありえねー。出たー、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。いや、画面なんやけん、そうはならんやろ。普通に録画って思うよね。落ち着いて。幽霊なんかじゃないわ。だな。ねえ。じゃあこれって、とにかく対話してみればわかるはずよ。キリギリさんは素早い手つきでキーボードに文字を打ち込んでいった。あなたは何者？すると、はじめまして、藤崎千尋です。自己紹介ってなんだか照れるね。これ口調も音声もまるっきり、ああ、藤崎千尋だな。やっぱり人工知能プログラムアルターエゴ、噂には聞いていたけど見るのは初めてだわ。人工知能プログラム、そう、藤崎千尋が超高校級のプログラマーと呼ばれるようになったゆえん、パソコン上に常駐し対話や作業を繰り返すたびにそこから情報を得て成長していく人工知能。サポートベクターマシンや強化学習を取り入れ、それを藤崎千尋の手でさらに発展させることで作り上げられた画期的な人工知能。サポートベクターマシン、強化学習強化合宿って言った。簡単に言えば機械の学習方法といったところかしら。詳しくはググレカスですね。この人工知能が成長を続ければ単なるサポート役どころか、いずれは本人に代わってあらゆる作業をこなすことも可能になると言われているわ。だからアルターエゴですか。言い得て妙ですわね。記憶を得てそこから思考を重ね成長していく、そのプロセスはまさしく人間と一緒。そうやって育て上げた人工知能は自分の分身とも言うべき存在になるでしょうね。なるほどね。物忘れも衰えることもない完璧なもう一つの人格、それが彼の作り出したプログラム、それがこのアルターエゴ。キリギリさんよく知ってるね、そんなことまで。よろしいですか。ともかく彼は図書室のノートパソコンを修理し、そこに自分のプログラムを構築したというわけですね。それを黒幕の目につかない脱衣所にこっそりと持ってきた。うっしっし、それにしてもご主人様ですか。そうですか、これはこれは燃えますな。山田町は二次元オンリーって設定だべ。立派な二次元じゃないですか。え、男だべ、つうか人工知能だし。なんかその程度はノープロです。やれやれ、その程度ね。とにかくもう少し彼と対話してみましょうか。そう言いながらキリギリさんはリズミカルのキーボードを叩いていく。この辺もなんか関係あるのかな。あなたはどこまで知ってるの？ご主人様が一通り教えてくれたけど、なんだか大変なことになっちゃったよね。いきなりこんなことに巻き込まれちゃってさ。すぐにキリギリさんが新たな質問を返す。あなたはどうしてここにいるの？ご主人様が僕を使って何をしようとしているのかということだよね。それはね、このパソコンのハードディスクにあった膨大な量のファイルの解析、この学園に関する資料だと思うんだけど、これがびっくりするくらい厳重なロックでちょっと時間かかっちゃってるんだよね。ご主人様がきっとこう思ったはずだよ。それだけ厳重にロックしているということはここには何か秘密があるはずだって。例えばこの学園の秘密とかね。
思わず声を漏らしそうになった僕とは対照的に、キリギリさんは淡々と次の質問を打ち込んでいく。どれくらいでロックを解除できる？もうちょっと時間かかっちゃいそう。でも絶対なんとかするから任せてよ。なるほどね。膨大な時間を要する作業だからこそ、それにアルタエゴを使った。なるほど、明暗でしたわね。おかげで彼が死んだ後でも作業が滞りませんわ。キリギリさんの指はさらにリズミカルにキーボードを叩いていく。引き続き頼むわ。黒幕に知られないように気をつけてね。大丈夫、いざって時の秘策も用意してるし、実はウェブカメラでそっちの様子が見えてるんだ。だから怪しい人が部屋に入ってきたら大声で助けてって叫ぶから。ずいぶん原始的な秘策だね。てかこの子自身に意思があるのか。ちゃんと。そうですわね。ですがそれだと昼の時間帯はともかく夜時間が心配ですわね。どうして？よろしいですか？お忘れですか？個室は完全防音なのですわよ。それぞれが個室に入った後ではいくら叫び声が上がっても気づくことができません。じゃあ夜時間はみんなで交代しながらこの脱衣所の見張りに来る？でも交代しながら脱衣所に人が入っていったら黒幕に感づかれる危険性があるわ。そりゃそうよね。何しに行きようやろって思うよね、毎日毎日。だったらどうしよう。じゃあ夜時間の間私の部屋のドアを開けたままにしておくわ。そうすればアルタエゴの叫び声も聞き逃さないはずよ。けどよ。だけどよ、夜時間ドアを開けっぱなしって、そうね、私を殺すチャンスかもね。だけど私を殺せるかしら。私はそう簡単には死なないと思うわよ。この子は超高校級のなんなんやろうね。キリギリさんは強い口調でそう言い切った。自分は死なないっていうキリギリさんの自信、戸上くんの言葉とも似ているけど、それとは確率に何かが違う。根本的に何かが違う。多分生き残るとしたらキリギリちゃんと戸上くんと主人公あたりがなんか最後ね残りそうじゃない？戦場に巻き込まれた人間と最初から戦場で生まれ育った人間、それくらいの根本的な違いに思えた。とそんな思案を重ねていたところで、今度はノートパソコンの方から声が上がった。お姉さん、僕からもちょっと質問させてくれる？さっきからご主人様の姿が見えないけど、やっぱりご主人様は。一瞬キリギリさんの動きが止まった気がした。だけど彼女はすぐに気を取り直し素早く文章を打ち込んでいく。てか自分の呼ばせ方すごく気になるんだが。明確で簡潔で率直な返答を。藤崎くんは大和田くんに殺されたわ。やっぱりね。でも僕は最初から分かってたよ。ご主人様がこの状況下で生き残れる可能性が極めて低いってことくらい。だから覚悟はしてたよ。なんだかかわいそうになってきますな。ねえ、もう一人の自分を失うなんてどんな気持ちなんだろう。気持ちなんてありませんわ。所詮ただのプログラムなのですから。ひどー。そうなのかな。行きましょうか。とりあえず今日はこれくらいにしておきましょう。あまり長居すると黒幕に感づかれてしまうわ。そう言ってキリギリさんは最後に短い文章を打ち込んだ。また後で来るわ。また来てね、約束だよ。じゃあね。ディスプレイの向こうの彼はさっきまでとは打って変わって明るい口調に戻ってた。それは彼がただのプログラムに過ぎないからなのか、それとも彼なりに僕らを気遣って。もしかすると。どうしたの、ハガクレ君。ダメ。いや、このパソコンをネットワークに接続できないかと思ってよ。そうすれば外に助けを求められると思ったんだけども。だけどここって脱衣所だし、ネットワーク環境なんてないでしょ。どうだろう。だからここから持ち出してネットワークに接続できる場所で。そんな場所があるんかな。でもまあ黒幕はネットワーク使いよる可能性はあるよね。そんなの危険すぎる。黒幕にすぐ見つかってしまう。そりゃそうだな。今はむやみに危険を犯すよりパソコン内のファイル解析を進めてもらいましょう。そこから何か手がかりが見つけられそうだし。遠回りな気もしますが仕方がありませんわね。そうだな。とにかくしばらくはアルタエゴの作業待ちということだな。ダメ。そん邪魔、とりあえず行くとしますか。そうね。じゃあね、また来るからね。本当だよ、約束するよ。怖い怖い。ほらほら、山田も行くよ。そうですな。そして僕らは脱衣所を後にすることにした。でもさ、もし黒幕
まあ、だっていろんな物資がさ補充されおるわけやん。で多分掃除とかもされおると思うけんさ、脱衣所だけ誰も入らんとかいうことある？廊下に出た途端、朝比奈さんが喜びの歓声を上げた。すごくない？なんだかんだで私ってお手柄じゃない？よかった、テンション上がってくれて。すると、まるでその声を聞きつけたかのように。ういー、モノクマ、びっくり。たったらたったったー。朝比奈の活躍により、彼女のレベルが上がった。あ、どうしたの？で、何がお手柄？いやーもう。も、モノクマ。なんだよ。お前ら随分上機嫌じゃん。なんかいいことでもあったん？べ、別に何でもない。下手かよ。内緒話？卑怯だぞ。独占取材を要求する。却下却下、超却下。なんなの？だいたいあんたに関係ないでしょ？はにゃはにゃ。関係って、あの関係？え？どういう関係よ。いやらしい。関係だって。あんたが先に言ったんじゃん。私たちは久しぶりに大きなお風呂で羽を伸ばそうと相談していただけですわ。は？ですが、困ったことにお風呂は男女別に分かれていませんでしたので、男女のどちらが先に入るか、じゃんけんで決めることになったのです。そこで朝比奈さんが勝って、それで喜んでいただけですわ。え？そうそう、そうなんだって。というわけだからさ、ほらほら、男子は食堂でも戻ってて。私たちはこれからゆっくりお風呂に入るんだから。まあまあ。しょうがねえな。わかったべ。では、女子の皆さん、行くとしましょうか。セレスさんはいつも通りのポーカーフェイスで、さらりとそう言ってのけると、他の女子たちを引き連れ、再び脱衣所へと戻っていった。じゃんけんで負けた。僕の一番風呂が。急激な芝居。明日こそ、一番風呂をゲットすんべ。じゃあさ、僕らは食堂に戻ろうか。ほら、ちょっと待った。ねえねえ、おかしくない？それって絶対におかしいよね。え？おかしいって何が？はだってさ、これって覗きのチャンスじゃん。その大チャンスを逃そうってのは？は？それは一理ある。ないよ。だからおめえが二次元オンリーって設定はどこ行ったんだって。設定やったんよね。素直に僕の言うことを聞いておいた方がいいと思うよ。こんなチャンスはそうそうありませんぞ。男のロマンってやつですよ。僕はもう一人の自分に問いかけた。モノクマの言葉通りに大浴場に忍び込むか、それともおとなしく食堂に帰るべきか。よし、行こう。いやいやいや、僕は男のロマンを胸に大浴場へと向かう決意を固めた。固めるな。そうそう、うぷぷ、楽しみなされよ、男のロマンを。行ってらっしゃーい。モノクマは男なんだな。そっと脱衣所のドアを開け、中の様子を伺う。すでに女子のみんなは着替えを済ませ、浴場へと移動したようだ。てかお風呂の中は？あれ？脱衣所はカメラないけど、風呂場はあるんかな？嘘とはいえども、本当にお風呂には入ったみたいだ。それを確認した僕は、脱衣所にそっと足を踏み入れる。禁断の地へ。禁断の地って言ってもね。あいつらマジで風呂に入ったんだな。嘘つくなら決定的にってことか。うん。葉隠康弘殿、無駄な死後は慎んでいただこう。ここはもはや敵地ですぞ。この先が大浴場。そこにめくるめく大浴場が。うまいこと言ったつもりなんか今のは。戸上くんの姿が一切見当たらんよね。部屋？なんか本いっぱい運び寄ったって言うけど、部屋に持ってったんかな。まあ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、ってことで、なんかいろいろとね、どんどん頭が混乱してくるけど、なんだろうか。私の推理は当たっとんかな。全く先が見えんね。